今日は高配当利回りが魅力の JR 九州の株価見通し解説がテーマです。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。 JR 九州は1987年の国鉄の民営化後、北海道四国と並んで経営基盤が弱いと言われ続けてきました。そんな中、2016年には株式公開を達成して、駅ビルなどを中心とした事業の多角化を成功させています。新しいビジネスモデルの証として高評価を受けました。JR 九州は上場している JR グループの中で唯一配当利回り 3% 以上の高配当株で、株主還元に積極的な企業です。9月には JR 西日本が公募増資を実施したりですとか、JR 東海が1兆円の社債枠を設定したりと、コロナ禍による業績悪化に対応するニュースが次々と出てきています。JR 九州の今後の業績、株価の動向はいかに、詳しく解説していきます。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。まずは JR 九州のビジネスモデルから紹介します。JR 九州は1987年の国鉄分割民営化に伴って発足しました。九州を基盤とする鉄道会社です。2011年に全線開通した九州新幹線や七つ星などの観光列車が人気です。 JR 九州の強みはデザイン力と宣伝力と言われています。東海道や山陽新幹線はビジネスの男性客が中心で、シンプルで飽きのこないデザインとしています。これに対して九州新幹線の桜やみずほでは、旅行などの女性客をターゲットに定めて選んで乗ってもらうためのデザインとなっています。乗客が触れるところに一番のこだわりがあるとのことです。そして2022年秋頃には西九州新幹線が開業する予定です。列車名のかもめは1961年10月から長崎行きの特急列車として運行を開始しています。約60年もの間親しまれてきた列車が西九州新幹線としてさらなる飛躍を遂げるということで注目の開業となります。ただ少子高齢化による人口減少ですとか、九州の高速道路網の発達が足かせとなりまして、鉄道事業で高い成長は望みにくくなってきています。そこで不動産、ホテル、外食などの事業の多角化に JR グループの中でも積極的に取り込むことで、業績の牽引役になるまで成長させています。中堅ドラッグストアのドラッグイレブンを買収したりですとか、ファミリーマートを FC 展開したりするなど、他の JR にない積極性が特徴的です。居酒屋やホテルについては東京都内にも進出しています。直近の話題では、鉄道事業の収支改善を狙うために、在来線特急料金を2020年度から値上げすることを発表しています。割引切符は窓口販売からネットへの移行を進めることで、経費削減にも取り組んでいます。さらに、JR 九州の新幹線、特急、普通列車の乗り放題切符とホテルの宿泊で 13,800 円からというみんなの九州切符を発売するなど、緊急事態宣言明けの乗客確保に向けて様々なキャンペーンを企画しています。外食事業では、福岡を中心に飲食店、焼肉ヌルボンを展開する綱屋から外食事業を承継しました。記者会見の場でコロナ禍の収束を見据えて、飲食店事業の拡大で経営の多角化を進めると語っています。その他の話題では、佐川急便と組んで、博多から鹿児島中央間で受託した荷物を九州新幹線で運ぶ、貨客混載輸送の事業化を開始しています。新型コロナで大きく打撃を受けた運賃収入の減少を様々な取り組みによって補完する動きを次々と発表しています。続いて JR 九州の直近の決算内容を解説します。2022年3月期第1クォーターの決算発表なんですけども、営業収益は720億9600万円前期比 16.6% 増、営業利益は13億3300万円の赤字、前期は赤字でした。当期純利益は9億2700万円前期は赤字となっていました。事業の柱である鉄道事業は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で乗客の戻りは今一つの状況が続いています。さらにホテルも稼働率の低下が続きます。ただ不動産事業についてはビルの賃貸やマンション販売が好調で、前年の 2.2 倍に伸びて収益を上げています。外食事業は持ち帰り店舗が中心となって収益を持ち直しています。総合力で稼ぐ事業モデルによって多くのセグメントで黒字になったことから、営業黒字化を果たしたものの、当初の見通しよりは下振れした形です。通期の業績見通しについては、売上高3442億円、経常利益は106億円、純利益129億円を見込んでいます。そして動画撮影の直前で JR 東海の中間決算の発表があったんですけれども、2022年3月期の連結決算の業績予想を引き下げています。
JR 西日本も第1クォーターの決算発表で通期の見通しを黒字から赤字に修正して公募増資に踏み切りました。 JR 九州についても前期は純損益が189億8400万円の赤字と上場来初の赤字となっています。 JR 九州は11月2日に決算発表を控えておりまして、業績の下方修正リスクには注意が必要となります。続いて JR 九州の株価見通しをお伝えします。まずは上場来のチャートを見ていただきたいんですけれども、上場来はずっと3500円を挟んでボックス圏の動きが続いてきたんですけれども、コロナショック以降は2000円台の動きが続いています。そして今年に入ってからは2500円を挟んでボックス圏の動きが続いているという状況です。 JR 九州の本日の終値は2543円で、年間配当金は93円を予定しています。よって年間配当利回りは 3.6% となります。 JR 九州は株主優待制度を実施しておりまして、鉄道の優待割引券1枚で 50% 割引となっています。100株で1枚、そして1000株で10枚、1万株で55枚、2万株で100枚となっています。そして継続保有期間3年以上となりますと、500株で1枚を追加、そして1000株で2枚を追加となっています。往復割引を受けようと思うと最低でも200株の購入が必要となります。その他にも JR 九州グループの施設で利用できる優待券100株で2500円相当を受け取ることができます。こちらについても継続保有期間3年以上となりますと、500株で1000円相当が追加、1000株で2000円相当が追加となっています。九州エリアに仕事や旅行などで出かける機会のある投資家さんは100株だけ持っておいてもメリットがあると思われます。今年に入ってからは2500円を挟んでボックス圏の推移が続いているわけなんですけども、2016年の IPO 時の公募価格は2600円でした。現在は四半期ベースでようやく黒字に転換できたという状況なんですけども、このぐらいのポテンシャルはある銘柄という見方で2500円前後の動きが続いていると思われます。そして JR 九州は11月2日に中間決算の発表を控えているわけなんですけども、 JR 西日本、東海に続いて通期見通しの下方修正という話題には注意が必要です。現在の株価水準で配当利回りは 3.6%、 JR グループの中では優秀な配当利回りで単価も安く買いやすい銘柄だと思われます。配当利回りが 4% になってくる2325円、まあ、このボーダーラインですね、ここが下値抵抗線になっていますので、悪いニュースがあってもこのラインが押し目買いのチャンスといえるのではと予想します。ただし減配発表となってしまいますと、配当利回りの下支えが切り下がるということになりますので、ボックス圏を下抜けしてくる可能性があります。まあ、それだけ決算発表の内容は重要ということになります。ただ鉄道会社はインフラ産業なので、コロナ禍さえ脱出すれば安定収益が見込める事業形態です。高配当かつ乗車券 50% オフを中心とした株主優待制度もあります。長期目線であれば配当プラス株主優待で投資金額を回収できる可能性は高いです。 JR 九州を利用する機会が多い投資家さんにとっては減配リスクは警戒しないといけないものの、昨年来からの安値圏である2300円台は押し目買いのチャンスと言えそうです。続いて JR 九州の今後の懸念材料についてお話します。一つ目はコロナ禍がいつまで続くかということです。 JR 九州は国内観光需要ですとかインバウンド需要による鉄道ホテルの高稼働で業績を作ってきましたので、コロナ禍の出口が未だ見えないのは懸念材料です。ただし GoTo トラベルキャンペーンの再開の声も高まってきておりますので、再開となれば一時的な需要回復の恩恵は受けられそうです。そして二つ目は人口減少です。インフラ事業ゆえに長期目線では少子高齢化による人口減少は乗客の減少につながります。日本の人口は2053年には1億人を割り込んで9924万人まで減少すると推計されています。また生産年齢人口は1995年の8726万人をピークに減少局面に入っていまして、2015年時点の7728万人から2029年には6950万人まで減少すると推計されています。乗客の減少によって鉄道事業の収入が右肩下がりで落ち込んでいくリスクがあります。そして3つ目は災害リスクです。 JR 九州にとって上場してからの5年間は災害対応の5年間でもありました。2016年4月に熊本地震が発生して、熊本県と大分県を結ぶ豊肥線は4年4ヶ月にわたって寸断されました。そして毎年のように豪雨が九州を襲っていまして、日田彦山線や肥薩線などにも甚大な被害をもたらしています。
被災したローカル線の多くは不採算路線となっていまして、復旧コストが負担になっているのが現状です。豪雨や地震などの災害によるリスクは経営リスクの一つと言えそうです。今日のまとめということなんですけども、コロナ禍の出口は未だ見えないものの、長期目線では配当と株主優待の恩恵が大きく期待できそうな JR 九州。JR 西日本、東海が立て続けに通期の業績見通しを下方修正していますので、11月2日の中間決算発表が注目のイベントと言えます。減配リスクには注意が必要ということなんですけども、減配がないということを前提とすれば、年初来安値圏となっている2300円台はおしめ買いのチャンスと言えそうです。中期目線での株価の回復を待つとともに、高配当と株主優待を期待する銘柄だと思いました。今日は高配当が魅力の JR 九州の株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。